分安定薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬、抗認知症薬、抗パーキンソン病薬といった感じで、まあ、大体抗精神薬を分類するとこんなもんかなと思います。で、精神疾患に関して、まあ、これにこういった薬を使ってその右の方の精神疾患を治療するってことになるんですけども、まあ、統合失調症であったり躁うつ病、いわゆる双極性障害、まあ、うつ病、まあ、大うつ病と思いますよね。あとは不安障害とか人格障害とか不眠症とか、まあ、こういったものがあります。で、でまずこの抗精神病薬についてお話しします。で、抗精神病薬という薬、まあ、何種類かあるんですけども、まあ、主には本来は抗精神病薬というのは統合失調症の治療薬です。で、一番上に書いてある